亀梨和也、キング、リンチェプリンス5人イングとイー清ソイーご生放送後に2時間近く話した平野仕様との深い対話を明かすアース。亀梨和也がキャットタンへの YouTube チャンネルにて、キング、リンチェの5人体制最後の生放送後に行った平野仕様との2時間に及ぶ対話について明かしましたた。タップ 亀梨は、その中で後輩たちとの交流や責任感について触れ、ファンに向けて新たな一面を披露しました。5人でのキンプリ最後の生放送での会話を明かす、亀梨和也は最新の YouTube チャンネルで、キング・リンチェの5人体制の最後の生放送での裏話をファンと共有しましたた。料理をしながら行ったトークでは、 亀梨が8月20日のコンサートの演出を手掛けたことが話題に上がり、それに関連して亀梨自身が後輩との向き合い方についても語りました。亀梨とメグロハスのトーク、スノーマンのメグロハスがゲストとして登場し、亀梨との興味深い対話が繰り広げられました。 メグロは、亀梨がスノーマンのライブに訪れた際にも、ジュニアのメンバーに話を聞いていたことを明かし、その姿勢に感心していたことを告白しました。これに対して亀梨は、ナンバーアイの平野紫耀、岸ユータ、神宮寺ユータがキングリンチを脱退する前の最後の活動の後に行った対話について言及しましたた。平野使用との2時間に及ぶ対話、 亀梨は平野潮との対話について詳細に明かしました。2時間近くめちゃくちゃいろんなこと話したと振り返りその中で後輩である平野から後輩に対するいろんな思いが聞けたと述べました。この対話が5人での活動の終了後におけるメンバー同士の絆と感情の進化につながったことが伺えます。 責任感の芽生えと演出担当としての思い、亀梨は平野様との対話を通じて、ライブに対する責任感が芽生えたことを認めました。5人のメンバーそれぞれが抱える思いや責任を共有し、その中で一層団結した様子が伺えます。また、 この対話をきっかけに、亀梨はスノーマンらからもヒアリングを行い、俺がそういう熱量で本気で向き合わないといけない仕事だと思った、と演出担当としての覚悟を述べました。亀梨和也がキャットタンへの YouTube チャンネルで明かしたキング、リンチェプリンスゴニーングといい清楚いいご生放送後の対話はファンにとって貴重な瞬間を提供しましたた。 後輩たちとの深い対話を通じて、亀梨は個々のメンバーの思いや責任感を共有し、その結果としてグループ全体の団結を強化したことが伝わります。これは単なるエンターテインメント活動だけでなく、アーティストとしての使命感と成熟した姿勢を示すものと言えるでしょう。